はい、いつもありがとうございます。教科書ナビゲーターの曲がりようです。ご無沙汰してますね。YouTube 動画何ヶ月ぶりなのか、ちょっと思い出せませんが、生きてますよ。はい、ちなみにですね、9月で44になりまして、44になって変わったことというとですね、2つあるんですけど、1つ目はですね、タバコを、今流行りの電子タバコに変えました。なんか今日本では買えないんでしょ、これまあ日本製じゃないんですけどってさりげなくなんか俺違うんだアピールなんですけど、なんか全然わかんないんだけどさ、普通のタバコってニコチンとタールが入ってるわけですよ。あと何か有害物質が有害物質っていうなんて感じですが、まあ、僕も20年以上タバコ吸ってましたからね、まあ、途中やめたりもしてましたけど、でなんかこれはそのタールが入ってないんだってニコチンだけで、だからそのタバコやめたっつってもねニコチン吸ってるからあれなんですけど、なんかわかります、この煙って水蒸気だからもう一瞬で消えて匂い全くしないっていう、だからその、まあ、どこでも吸えるってやつですよね、でまあこれに変えたっていうのと、体重が3キロ太りました。ついにですね、大台って100キロはいってないんですけど、まだやばいなと思いつつライズアップかっていう感じなんですが、相変わらずですね、まあ髪も切らずにうさんくさいこんな感じなんですが、まあ、皆さんいかがお過ごしでしょうかということで、まあ、久しぶりなんでね、まあ、1分半ぐらいちょっとなんか近況をと思ったんですが、まあ大した近況もないんですが、はい、新年度に入ってですね、まあ、いつから YouTube やったのかちょっと分かんないんですが、まあ、Facebook だとかブログはですね、まあ、割とまめに更新してるんですけど、いくつか新しい、ね、会社や事業を買収してそちらの方にちょっと邁進しててですね、久しぶりですね、8年ぶりぐらい8年ぶりぐらいにですね、起業家支援とか何かそのサポートやね、セミナーとか教える方よりもその自分でね、なんかビジネスをしている時間の方が今年は多くてですね、で昨年の今頃ってその10月から、47都道府県とさ行ってたわけですよ。47都道府県で起業家を支援しようとか言ってですね、青森からですねずっとなんかしていって、で九州まで行った後に、沖縄行って、最後札幌だったかな、で終わったわけで、昨年のちょうど今頃はね、47都道府県ツアーだとかバタ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 してたわけですよね。早いね1年ってと思うんですが、で、まあ、年明けて2ヶ月でやろうと思ってたやつが、まあ、1月までちょっと持ち越しちゃいましたんで、10月11月12月あれ11、12、あ、そうですね、約3ヶ月ぐらいですね、3ヶ月弱ぐらいでまあ言ってたんですが、今年はですね、47都道府県ツアー今年もやろうかなと思ったんですけど、さっきも言った通りちょっと今実業がですね相当ハードで、でここに来てまたですね新しい会社を買収したりだとかで、まあ、なかなかそっちに時間回せないながらも、まあ、そうは言っても、今月のウェッジですよね、副業解禁ということでね、もう大企業だけじゃなくて中小零細企業もですね、もう副業しろと、で中には専業禁止っていうかね、副業しなきゃダメみたいな会社も出てきたりだとかしてるんですけど、これね、なんでこんな動きがこんな考えられないじゃないですか。年功序列終身雇用だったりとかですね、まあ、組合とかあってですね、一緒勤めた会社はですね勤め上げる退職金もらうハッピーみたいな、そんな感じが、まあ、崩れてきてるわけですよね。もう崩れてどれくらい経つのか分かりませんが、まあ、そんな中でですね、まあ、またこんなような動きが出てきたりだとか、新聞とかでもそのやっぱり企業をね促すようなその女性の支援とかですね、なんか1億総活躍なんとかとか、やっぱ国を挙げていってるわけですよね。この背景が何なのかっていうところですよね。それはもう少子高齢化だったりね、まあ人口動態見てもそうなんですけど、このままじゃもうやばいぞと。でグローバルな今競争してますから、もうその東京とその他地方の格差とかそういう話じゃなくてですね、まああらゆるものがですね、まあ、僕たちが食べるものもそうですし、必要なものもですね輸入したり、まあ、車輸出したりいろんなことしてるわけですよね、グローバルに。そんな中で日本がその置かれている相対的な地位を考えた時にですね、大丈夫なのか日本と、まあ、日本からなんで Google みたいな会社が生まれないんだみたいな、まあ、たまに議論もあるわけなんですが、まあ、そんな中でね、ちょっともういい加減、借金も多いし支えてられないぞと、
少しお願い自立してみたいな。で企業的にもですね、ぶっちゃけ人いらないんだよね。それはね、皆さんももう十分ご存知だと思いますけど、まあ、あらゆるものがですね、インターネットにつながって IoT ですよね。まあ、データ集めるわけですよ。ビッグデータですよね。でそれをもとにですね、まあ、人工知能がですね、まあ、お利口さんですからですね、ディープラーニングといってですね、その人間を教える以外の、学習をね、していくわけですよ。機械学習といって人間を教える学習ではなくて、もう勝手にですね、いろんなデータを集めて勝手に勉強してお利口さんになってくれるっていう。でそれらをですね、まあ、ロボットがですね、もう常にですよ、アップデート しながらですよ、あらゆることやってくれるわけですよね。で、その、もともとその、まあ、なんて話を今日なんでこんな熱くなってるのか分かんないんですけど、久しぶりですから話したいなと思うんですけどね。その、いまいち実感ないのは、みんなロボットって人型ロボットを想像しちゃうわけですよ。古いですけど、鉄腕アトムとか、ドラえもんはね、猫型ロボットですけど、まあ、ペッパーもなんとなくそれっぽいじゃないですか。ただ、その、僕たちのその、身の回りとは言わないですけど、例えば、あらゆるところにもうロボットなんて、当たり前のように、進出してるわけですよ。ってか当たり前になるわけですよね。例えば大きな工場に行けばですね、車作ってるのだってそうですよね。で、その人間の形をしてないロボットっていうのはいっぱいあるわけですよね。で、例えばそのよく話になるのはアマゾンの倉庫で動いてるですね、もう巨大倉庫ですから、いちいち本のピッキングやなんかって人間がやってるよりもですね、はるかにその効率的に早いわけですよね。で、今後はそのますます、今は、例えば料理ロボットってテレビで見たことあるかもしれないんですけど、どんな料理でも再現できちゃうわけですよ。そのミシュランで星を取ったその料理人をですね、完全コピーすることができるわけですよね。これもラーメンを作ってたりだとか、まあ、その寿司ロボットとかって皆さんご存知だと思うんですけど、もうあらゆるものがですね、もうどん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 その身の回りに進出してきてるわけですよね。で大抵の仕事が正直言っていらないんですよね。そう、僕たちみたいなコンサルタントもそうですし、だってさ、その今まで知識だったりね、なんか情報だったり、人よりもね、ちょっとだけ知ってるだけで、そのよく僕が言いますけど、価値の際でビジネスをしてきてるわけですよね。けどさっき言ったその図式でいくとですよ、もうここのもう何千年、そしてもうこの何百年、何十年っていう、あらゆるその、理論もですね、もう瞬時にですよ、僕たちよりもロボットの方がですね、情報処理のスピードだったり、その記憶、容量どんどん増やせるじゃないですか、アップデートできますんでね。僕なんてその44になって、どんどん年を取ってバカになってきますけど、デブになっててますけど、肉体は衰退していくわ、なんか頭はパッパラパになってきますが、どん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 その、例えば OS を変えたりですね、メモリーを変えたりとかですね、CPU 自体を新しいものに変えたりっていう、パソコンみたいなもんですよね。もうどん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 スペックが良くなっていく。っていう中で太刀打ちできないわけですよね。もう情報や知識なんてもうはっきり言ったらどうでもいいっていう。でもしかも僕はもう昨日のことも忘れちゃってますけど、忘れないわけですから、すでにそのどんどん蓄積していくっていうね。そんな中でどん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 置き換わっていっちゃうわけですよね。でその人間はさ、その気まぐれなんで、例えばお医者さんがそうですけど、外科手術なんかもまあ典型的にそうですよね。神の手とか言ってて、経験則だって言ってたとしても、それは本当一部の先生方で、他の人たちはそうじゃないわけですよ、まあ、大変失礼な言い方をすると。だってさ、すっげえ忙しくて勉強なんかできないし、いろんな症状やそんなの学べないわけですよね。だけど、その人工知能を積んだロボットたちは関係ないわけですよね。もうずっと世界中のあらゆるですね、データを集めて、今最新のってことやってるわけですよね。そしてその二日酔いもなければですね、寝不足もないですし、もう精密な動きでですね、間違いない精密な動きでやるわけですよね。どっちに身を任せたいかって言ったらですね、気まぐれな人間よりもロボットに身を任せたいですよね。っていうふうになってきちゃってるわけですよね。だからそんな中で、じゃあその今僕44で、昔は60だっつったら定年だったからあと16年ぐらいかって感じですけど、今ね70でも80でも皆さんピンピンしてますよね。うちの親だってピンピンしてますからビビりますよね。だから僕もですよ、まあ、平均寿命ぐらいまで、まあ、生きないと思いますけど、とりあえず生きたと仮定してもあと40年ぐらいあるわけですよね。どうすんのって話ですよね。ねえ。ってな感じで、
まあ、なんかみんなそれなりに危機感を持ってたりだとか、その未来に対してはなんかワクワク感を持ってる人たちもいると思うんですよね。ポケモン GO でですね、 AI っていうのを初めて知ってですね、ごめんなさい、 AR ですねっていうのを初めて知ってですね、なんかワクワクしてる方たちもいらっしゃると思うんですけど、面白いよねでね、その VR だったりね、まあどん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 ですね、もうこれ現実なのか現実じゃないのか、そのバーチャルなのか、もう区別がつかない、分からない、ぐっちゃぐちゃになっていってるわけですよねはい、なんでその期待夢目標を持ってる人もいれば、不安痛み恐怖をね、それに今感じる人たちもいて、まあ、それはそれでいいんですが、まあ、皆さんはどっちなのかっていう話の中でですね、まあ、僕たちは起業家ですから、常にですあらゆる機会をビジネスに変えていかなきゃいけないんだということで、はい、まあそんな感じですかね。でね、ちょっとなんか僕もさ、なんかアナログじゃないとか言って、でさ、話したっけ、 YouTube で、Windows のさ IBM のマシン買ったわけですよ、なんかいいやつを。だけど結果的にさ、2ヶ月ぐらい買って放置しておいて、この前久しぶりにセミナー行くって言って Mac のなんか電源が終わってたんで、それ持って行ってたんですけど、もう使い方がよく分かんないとか言ってですね、1回使ってもうですね、うちのスタッフにあげちゃったぐらい、なんかもう全然アナログであれなんですが、ついにですね、このスマートペンっていうのをですね、買ってしまいました、僕も。知ってますよ、これ。これってその専用のこういうノートとかにですね、書くと、つまり、こうなるわけですよ。はい。アナログなのにデジタル、ふと思いついた企画アイデアをいつも通りにペンに紙に書くだけで、手書きはリアルタイムにデジタル化、その場で共有もできるみたいな、書きながらデジタル化みたいな、もう少し前からあるんですけど、なんかビビってたんですけど、なんかノートとか取っててすごく字汚いしなんか雑なんですけど、いいよね、書きながらもうそれがデジタルデータになって、手書き文字もテキスト化されたりだとかさ、図はそのままね、保存されたり、保存されてメール送れたり共有できたりとかしたらいいなと思って、もう僕エヴァーノートとかドロップボックスとかあまり使いこなしてないですから、なんかあれなんですけど、なんかね、どん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 ね、やっぱ世の中便利になっていきますし、でもなんかこういうツールとか、僕みたいなそのアナログな音痴くんにはですね、買ったけど分かんないわけ。そのさ、この前も言ったけど、もうさっき言ったばっかりなんだけど、その Windows の使い方も忘れちゃってるわけ。もう Mac だとさ、例えばその画面キャプチャーっていうか、ショートカットのキーでできるんだけど、 Windows ってどうやってやるのみたいな、そんなことが分からなかったり、なんかそのさ、操作性というか変わっちゃうとなんかついていけなくなっちゃうんだけど、例えばこういうやつをセッティングしたり新しく覚えるっていうのもすごい苦手なわけで、こいつもね、その電子タバコもどうやってやるんだろうとかつって、まあ、結構簡単だったから自分でできたっていうか、うちのスタッフもこれに変えてですね、教えてもらいながらできたんですけど、こういうのとかすげえセッティングして教えてほしいもんね。なんか1時間3000でも5000でもいいんですけど、もっと言うと YouTube にも上がってると思うんですけど、なんか分かりやすいですね、なんか動画とか作ってくれたり、まあ、僕の場合動画見ないですからとか、自分で言ってて見ないですからって言ってますけど、なんか対面でね、なんか教えてくれる。でもなんか、マグロさんこんな便利なやつがあってとか言って、ちょっといいですかとか言って、すげえそれいいよねって、俺もそれ買うわとか言って、でちょっと1時間とかセッティングしてしながら教えてあげますよとかつったら、もうお金払うもんね。うん。でさ、もうずっと欲しかった、よいしょ、これなんで欲してる、これカホン買ったわけですよ。昨日届いてですね、カホン聞こえます？なんか最近買った買い物の中で、今年はなんか不動産も買ったし、会社も買ったしですね、なんかあらゆるものを買ったんですけど、なんかこいつが一番嬉しい感じマジでなんかずっと欲しかったんですよね。僕ピアノジャック大好きで、まあ、ビレッジヴァンガードでピアノジャックしてですね、なんかライブに行ったりとかですね、すごい何年も大好きで、で僕は音痴だしリズム感がないんですけど、まあ、小さい頃ピアノ弾いてたりとかですね、まあ、バンドでギター弾いたりとかいろんなことしてたんですけど、結構うまくできなくてさ、全然楽器が、まあ、ボーカルやって歌も下手だったんですけど、本当はなんか楽器弾けたらいいなとかってずっと思ってたわけですよね。だけどさ、そのリズム感はないし器用じゃないしさ、でもなんかカホンいけんじゃねと思ってて、で、ね、来たんだよね。で、基本
リズム感ないじゃない、うん、非常に難しいんだけど、難しい中それっぽいなんか正解がなくてそれっぽいっていうかですね、いいですよ、なんか覚える基本動作がそんな多くないっていうのと、それはそのいろいろテクニックをね駆使していろんなことができるようになったりするわけなんですが、なんか椅子にもなるし、なんか僕的にはすごい気に入ってですね。でなんでこんな話をしたかっていうと、で YouTube 見てたんですよ。さっき動画見ねえとか言いながらちょっと基本的な動きを覚えようと思ってですね、 YouTube 見てたんですけど、これもさ、なんかもうカホン持って行きますみたいな、そのレッスンしますみたいな、なんか言ってくれるんだったらもうカホンも買うしレッスンも受けるしみたいな、でこのパターンって何でもいいと思うんだよね。さっき言った僕僕がそのライズアップに行くことはもうないんですよ。もうジムもやったし行きたくないんだけど、そのうちの自宅だったり事務所に来てくれるっていうんだったらもう何でもやってほしいんですよ。ヨガでもストレッチでもなんかトレーニングでも、わかります？もうなんか機械とかはもう買って備え付けでも何でもいいですからっていうのってありなんじゃないかなと思うわけですよ。だからもう分かりやすく言うと家庭教師ですね。もうあらゆる家庭教師、IT、そのデジタルこういうツールみたいなものでもいいし、こういう楽器みたいなものでもいいし、ダイエットでもいいし、僕みたいに企業とかビジネスを教えてもいいですし、別になんかその料理だとかお茶とか、なんか家に来てやってくれってやつもいると思うんですよね。なんかここはですね、例えば英語なんかそうだと思うんですけど、なんかやっぱり行きたくないんですよ。もうめんどくさいし、もう出歩きたくないし、わかります？もう来てくれっていう、でその時間もさ、なんていうの、その決まった時間じゃなくて、例えば今って何時、深夜3時ぐらいですけど、深夜の時間帯でも構いませんみたいな、割り増しても何でもいいしさ、もっと言うとその生活がみんな逆転してるから、17分も話してるな、どうもすいません、関係ないよね。夜型のやつもいるわけだし、なんていうふうに前からず、変わらず、多分古くから僕のこと知ってる人はなんか変わってね、ないからずこのおっさんはと思うんだろうし、なんか不幸なことに初めて見ちゃった方はですね、なんだこのこいつはと思うかもしれないんですが、よかったらまたはい、で久しぶりなんでプレゼントがありますって、こんな時間まで見てくれたあなたに、はい、魔法のコンパスですね、今めちゃくちゃ売れてます。はい、西野さんですよね。西野さんのサインが入ってます、はい、この本にはね、うん、西野さん大好きで、もうぶっちゃけもう近年まれに見るこの人一番天才っていう西野さんですね。今クラファンもやってて、クラファンだったらあらゆるものもちょっと微力ながらですね支援させてもらったりしてますけど、もう天才だもんね。もうこの本読むともう全然違うものの見方、切り口で、本当に新しいものの見方もギフトだし、すっごいなと思うんですよね。LINE ブログとかも読んでますけど、ぜひ皆さんもですね、西野さん、まもなく絵本もね発売されますし、まだ今クラファンも続いてますし、これ1名様にプレゼントしたいなと思うんですが、そろそろ本屋さん、今 Amazon とか一時期ちょっと買えなかったですけどね、そろそろまた配布されると思いますんで、ぜひ読んでほしい。もうマガリオさんおすすめの本は何ですかって、あまり普段言わないんですけど、これです、これ、はい、とにかく読んでほしいっていうですね、うちのクライアントにも会うたびにもこの本みんな今配ってるんですけど、はい、ぜひ、皆さんも読んでください。で、1冊プレゼントしますんで、久しぶりの曲がりを動画にですね、感想とかもクレームとかやめてほしいんですが、皆さんの近況だったりですね、なんか質問でも疑問でも何でもいいですが、Facebook メッセージでも会社にメールでも何でもいいです。なんか YouTube の動画の下に長々とコメント書くのやめてほしいんですけど、特に良くないねとか絶対やめてほしいんですけどはい、なんかまた連絡ください、本くれっていうことで、はい、ということで、いつもありがとうございます。中途半端に終わりますが、皆さんくれぐれもね、季節の変わり目ですからご自愛ください。それではいつもありがとう。